ステファニー・パワーズは、アメリカ合衆国の俳優。代表作は、探偵ハートハート。ハリウッド名声の歩道6778、ハリウッドブールバールに星がある。カリフォルニア州ハリウッドにて、ポーランド系両親の間に生まれた。子供の頃両親が離婚し、母親が再婚した。ハリウッド高校時代はチアリーダーを務めた。この時の同級生に、 ナンシー・シナトラがいた。タフィー・ポール名義でザ・ヤング・シナーというインデペンデント映画にトム・ローリンと共演した。1966年に零レにニアンクルの女で主役デビューを果たした後、1966年12月31日、1967年1月6日号のテレビガイドの表紙を飾った。1963年5月に来日している。 1966年に2001年宇宙の旅で知られる俳優のゲイリー・ロックウッドと結婚したが72年に離婚。後にウィリアム・ホールデンとも関係を持ち彼の名を冠した野生動物基金代表を務めた。1993年4月1日にはパトリック・ホーイッテ・デラ・チェスナイズと結婚したが99年に離婚。パワーズに子供はいない。 また、ポロをたしなんでいることでも知られており、ポロ仲間には、サラブレッドバシュのヘンリクでクフヤトコフスキモーリ、イギリスのロイヤルカウンティ・オブ・バークシャーポロクラブに加入した、外国人は彼女が最初である。ありがとうございます。